札幌ドーム3赤字でも、現状認識ができない模様。札幌ドーム日本ハムが去って際立つ迷走感、市民が不安視する五輪への新計画はどうなる？日本ハムの新旧本拠地の明暗が早くも分かれている。新たなホームグラウンドとなったエスコンフィールド北海道の評判は高く、多くの人が足を運んでいる。一方で旧本拠地の札幌ドームは市民の懸念通り厳しい船出となった。人口約6万人の北広島市と約197万人の札幌市町自体の規模や人口では比較にならないほどの差がある。しかし人々の心を満たすエンタメを行う場所としては立場は全く逆になってしまったようだ。日ハム関係者ドームに対しては心から感謝の気持ちしかない。エスコンにお客さんが来てくれるのもドームでの積み重ねがあるから。五輪誘致も含めて全てがうまくいくことを祈っています。スポーツエンタメ界全体が盛り上がり、関わる全ての人々が幸せになれるのが理想。札幌市はそこに気づいて正しい未来図を描かなければドームの未来は見えてこないだろう。エスコンは大成功だね。日ハムの決断は正しかったってことだよ。最初から日本ハムの決断を応援してた。建設後2、3年は F ビレッジは苦戦するかもしれないとは思っていたが、まさか F ビレッジがこんなに早く勢いづくとは、今では野球場という希望を超えて楽しみな街になりつつある北広島市ですよね。とんでもない場所ならともかく、空港から札幌の途中にあり、飛行機利用者は札幌行く前に帰り際に寄れるという立地の良さ。札度は1考えたら儲かる要素なし、解体待ったなしだと思うが、首都圏とかから野球見に来る人たちにとっては札度よりも空港近いから少しでも長くいられますよね。逆に野球を見にこれまで札幌に足を伸ばしてついでに買い物していたような人たちが北広島止まりで千歳空港に逆戻りして帰っちゃう現象も起きてそうです。しかもエスコンは新駅のカードが残ってるからまだまだ落ちないという。試合ない日でも人が来るのはすごいな。いろんな施設があるとはいえ、それでも集客力があるのは強すぎる。コンサドーレのファンの人も試合ない日はエスコン行ってお金落としてるだろうね。これはエスコンの成功は札度の悪辣非道な運営もあってのことではないだろうか。悪代官から逃げ出した娘が新たな主人の元で頑張るみたいな。今年のエスコンの売り上げ見たら、札幌市って今までの金はどこに使ってたんだってなるよね。エスコンは来年以降のチーム成績によっては伸び悩む可能性もあるから、ぜひ強くなってほしい。札幌ドームさんはもう他人なので、ぜひとも頑張ってください。札幌ドームは来年からは黒字になるんじゃなかったか。黒字化できるという予測は自分たちが責任を取らないため、蓋を開けたら赤字になった場合は税金を投入するだけ。黒字にするなら民間に売却するしかないよね。なんか次の札幌市長選で出馬した人が公約で、私が市長になったら札幌ドームは解体しますって言ったら当選しそう。某立花が札幌ドームをぶっ返すって言ったら市長選で通ってしまいそうで怖い。有給的に税金を無駄食いする施設なら、まず更地にするところから始めるべき。ドームの職員はどうするんですか。ハローワークを利用してください。これで済む話じゃないか。会社なくなったらそらそうなるやろ。大型公共事業を誘致して建設畑の組織票を集めたい市長、天下り先を失いたくない役人、天下り先で安心してやる気のない札度の元役人、札幌は地獄だな。こんなに綺麗に負のウィンウィンウィンが成立してるの初めて見た。イベント開催はほんのわずか、広告も飲食店も撤退、周辺の飲食店も客はガタ減り、かんこ鳥が鳴きペンペン草が生えちゃう。ドーム側でも大丈夫、黒字になる。札幌ドームさんは何を根拠に黒字になると増え調しているのでしょうか。小1時間ぐらい問い詰めたいものです。日ハムいなくても翌年から黒字になるから、第3セクターは赤字で当然なんですけど、に言い訳切り替えてきたね。現状認識ができていないのではなくて、自分の任期が終わるまで職場として残っていれば良いという本音を適当な言い訳でごまかしてるだけですね。現実逃避しているだけ。見たくないものを見ようとしない。新モードのための出費で赤字拡大。そもそも新モードをアピールしないといけない相手はイベンター側なのに、札幌市民にアピールして何が変わるんだよって思った。いっそのこと新モードで日ハムの試合のパブリックビューイングでもやればどうだ。日ハムの優勝決定戦の時とか特にな。役所が絡んだ箱はむやみやたらに高くつく。逃した魚は大きかったね。札幌ドーム爆破解体小有料観覧でやればそれなりには収入ありそう。役人じゃ商売できんな。経営がどうなろうとも市民が負担で問題ない。役人の得意技増税。札幌市札幌ドーム職員全員どのようにして市民及びその他大勢の皆さんに察知されることなく税金を投入し、赤字額増大を隠せるか試案中。札幌市民は税金払ってもいいって言ってんだから、選挙でもう外野がどうこう言う必要はないのでは。特別税とかで毎年市民が赤字補填のための税金を払う、それでいいじゃん。国のお金をとか言い出したら話は別だけどね。下水処理店が好評だったんだから下水処理場にすればいい。三石の札度落ちれば落ちるほど冷ややかな目で見てしまう。悪ノリだけど悪代官に見え、日ハムがぼったくられて苦しんだ分苦しむがいい。数年の腰掛け札幌ドーム関係者に責任感がない。今のうちに天下って役員報酬と退職金もらっておかないと。
赤字が20億円まで膨らんだら閉鎖とか言っていたな。それまで市民菓子職員天下り高級を支える美談。潰したら潰したで札幌市が建て替えてる建設費の借金が市民に降りかかるという二段構え。暗いあまりにも。札幌市民だけどマジで北広島に引っ越すことを検討している自分が払った住民税が赤字殺度の補填に使われると思うと札幌市に納税する気がうせた。天下りありきだから仕方ない。赤字対策は解決するふりの会議などしてさらに経緯に上積み。赤字なんて税金で補填すればよいので大事な天下り先を潰したりしません。札幌市民はなぜリコールしないん。税金で札幌ドーム維持する札幌市民様尊敬いたします。さあ日ハムが出て行って半年が経った時点でも謎の新モードなど経営の改善が見られなかった札幌ドームですが、当初見込んでいた黒字化をできなかった時の責任は誰が取るのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。